ワールドカップ開幕目前ということで、男子バスケットボール日本代表の話題を熱くお届けいたします。国際強化試合が行われておりました。3戦ありましたね。最初は8月15日火曜日に行われたアンゴラ戦です。緊急で練習試合もね、先週しておりましたが、こちら国際強化試合の試合結果こちらです。はい、75対65で勝利をしています。中村さん、アンゴラ戦いかがでしたでしょうか。アンゴラな、はい、勝てると思ったよな、はい、アンゴラのヘッドコーチ秋田に、そうなんですよ。そうでしょう、はい、秋田ノーザンハピネッツの B2 時代牽引していたペップヘッドコーチですね。でバスケットスタイルが似てるの、はあれ、ね、だからアンゴラ弱いの結論はだって外をこう回して、うん、まあ、秋田も似てるな外回してな、だから縦に行けって、はいはい、縦に行けないじゃん、なかなか。だから外回してアウサイドで、はい、アンゴラがシュート入らないじゃん、はい、でアンゴラよりは日本の方がまだ入るじゃん。インサイドが強いわけじゃないしな、インサイドが弱いとチームにはなんとか戦えるんだ日本もね、はい、アンゴラのもっと身体能力あると思ったらなかったこれは弱いな。そうですか。でこの試合で渡辺裕太選手が右足首を怪我されたですけど、ちょっと心配ですね。うん、でもまあその後の様子見てれば大丈夫だな、はい、あと出なかったけどな。そうですね、まあ、その後フランス戦とスロベニア戦は欠場となった。だから本戦頑張るんだ、まあ、そのための、まあ、お休みっていう。その通り、休んでて本戦がダメだったらクソみたいなもんだな、うん、ちょっと頑張ってもらわなきゃな。そうですね、頑張ってもらいましょう。であれですね、ジョシュ・ホーキンソン選手も先週はねどうだかなっていう、怪我どうだかなっていう話だったんですけれども、この強化試合には、出場時間の限りはあるけれども出てます。ホーキンソンはいいな、はい、ね、性格がいいバスケットがだからね、もうああいうのが好きだな俺は。もうほっとやっぱ性格がいいのが好きよ。俺が性格が悪いからもうね、俺が悪くて選手が悪かったら大変だからなまあ富樫と俺の関係もあるけどなやっぱりもうホーキンソンはね、性格がいいのがだから合わせられる、はい、もう献身的に頑張るから、はいはいはい、もう涙ぐましい、ね、だからあとはそうだな、あとはユータがやっぱりゴールしてやっぱり頑張ってくれるかな、はいはい、そうですね。そして17日木曜日にはフランス戦が行われておりました。結果ご覧ください、はい、こちらは敗戦ですね。最初はねそこそこやるんですよ、はい、いや様子見てかかるから相手が、はいはい、それでまあ前半終わるとこんなもんかなと思って、うん、それで3クォーターにちょっとこうエンジンがかかるんだこいつらのはね。フランスもやっぱり強いですよ、ガードも大きいしな。だからまあフランスでもスロベニアも要するに面のガードが引っ込むとなんとか戦えるじゃん、うん、日本は。日本でもだから本戦になるとそうはいかないじゃんね、みんな面のガードががっちりくるじゃん、すると辛いかな。ガードのところがちょっと閉じるとうまくいく、なんとか戦える。フランスのだってシュートがな、フランスの方が確率いいんだもんな。そんなおかしいでしょ、はい、なあ、そのスタッツがそうでしょ。日本は何パーセント？ 29.5 なあ、もう45割だから、いやヘッドコーチはね、うん、トムは 40% 台って言ってる、うん、富永は 5割って言ってる。その通りなんだ、5割だな、みんなの全体が5割ないと、うん、ね。だから今ずっと見てるとスリーポイントやっぱり富永と富樫と2人かな、うん、スリーポイントを安心して見てられるのかな、うん、しかし富永もいいな、
やっぱりシューターはああいうふうに生意気だというな。もうなあまり考えないで打つやつ。だからあんまり賢いのは難しいわけよ。あれこれ考えちゃうからね。そうそう。パスやろうかなと思ったりする。なあだから田口もシューターには向いてるわけよ。考えないから。考えない。今違うよ。別に私の意見じゃない。代弁しただけだ。ね。いやでも本当富永選手のねシュート見てると気持ちいいくらい入っていきますからね。いいな。この体勢からみたいな。こうです。左です。左です。いやまあ度胸があるわな、この子はね。だからただ見てるとね、もうちょっと体ができないと NBA は難しい。はい、だから今年途中でやめたのよかった、はい、来年またっていう、もうちょっと体をね作って、それもアグレッシブにもうちょっとね行くといいかな。ディフェンスでもね綺麗だよまだ。もう一度ガツガツくるような体ぶつけてな、うんはい、これはだからこの1年な、シュートはやっぱりいいから、一流だよ、これはね、シュートは。カリーも認めた選手ですからね、カリーやな、そうな。そして8月19日にはスロベニア戦も行われました、試合結果、こちらです。こちらがね、やっぱり難しいですね。いや難しい、はい、もう社会新聞がね当たってた。もう記事がもうすげえな。記事の取り上げ方がもうちょっと取り上げるよって なんかテレビではほら、はい、いろんな芸能人が来て、はい、キャーキャーやってくるわけよ、はい、社会新聞の記事わからない。もうちっちゃく日本乾杯ちっちゃくもうね、これもそうな。ちょっとその気になったらね、スロベニアもうね、ガードがメインのガードには手も足も出ないじゃん。それが引っ込むと、なんとか、なんとかなっていくじゃん。だからドイツだってそうでしょ、ポイントガードがレイカーズのスターターっての、はい、いやそうだな、厳しい戦いですね。このスロベニア戦ではもう注目されていた方も多くいらっしゃったと思いますけども、ルカ・ドンチッチ選手が遊んでたな、日本に来てくれました。案の定もう最初からね、いや神経なんか一回もならなかった。だからそうなんだ、スロベニアとフランス戦、これを要するにこういうのをこうやっぱり見に行くのがいるわけよな、はい、日本戦よりもな、はいはいはい、完全に遊んでんの。もう腹立つなあって見ててなあ、いくらでもやる気になればやれるよと思って怪我しないようにほどほどに、はい、スロベニア戦のスタッツもご覧ください。これもそうでしょ、シュートが。そうですね、スリーポイントは 21%。 やっぱりね、向こうのやっぱ入るんだみんな。シュートはノーマークになると、はい、きれいなショットをね、当然のように入れてくる。やっぱりそれでゴール下だな、やっぱりな、ゴール下がやっぱりね、ホーキンソン一人で何べんも行くと、渡辺はでもね、外でシュート打ちたいから、はい、中にいないから、やっぱり外にいるからね。そのドンチッチ選手なんですけれども、まあ、日本代表の原修太選手がついている時間帯とかあって、結構こうドンチッチがこう原選手を嫌がっている感じみたいなのもあったようなんですが、いやいや、やる気なんかねえんだ。別にそんな無理してやることねえなと思って、別にそうでな、展開しないで、そうやるだけでな。それはだから、そう取り上げればそうなるけど、もう向こうから見たら、もう、子供相手にするような感じ、さあ、おいでおいでで、だから、そういうふうに見たな、俺はな。で、この国際強化試合に出たメンバーがこちらですね。まあ、ここから本戦にね、まあ、どのあたりが出るのかなという、ね、ルークはね、オーキンソンがね、うん、のが怪我して出れない、だから
ルークは出れないわけよ、はい、ルール上はな、うんうん、キカ選手一人だから、はい、だからホーキンソンの分をちょっとで入れたわけな、うん、いやホーキンソンには頑張ってくれなきゃな、ですね、ファールを我慢してな、ファールを我慢して、そう、ファールを我慢してやっぱりでかいんだ、うん、ゴール下はやっぱりね、相手のシュートをねブロックしたりするんだ、お日本選手はありえねえからな、気分いいよブロックしてなお走って点数取ったりするのよね、ホーキンソンっていうのは。だから見てて気分がいいな、雰囲気もいいな、もうな、ホーキンソンいいな。でもよ、富樫とかよ、はい、原とかのあのちょびひげなんだあいつら、みんなこうもう日が生えたら何点かくれるのかねあれもびっくりこいた。見た目ね、大事ですからね、赤村さん的にね、はまあな、何でもしたいんだな、うん、ね、富樫なんかひげなんかほとんどないよ、ちょびちょびだよ、あれよくあそこでなんかくっつけたのかなわざわざこう、ね、それで腹もそうな、みんななんか平地場もそうだしな、あ、そうですね、あのね、みんなだから平地場のドライブもけど一試合に一歩が二本な、それ馬場も走っても一試合に一本が二本ね、もうだからあと渡辺に期待するか、そうですね、ちょっと怪我をね直して本戦に復帰、今度あれでしょ、ドイツ戦は、はい、まあドイツは金曜日からです、初戦ドイツは勝てませんあのねよくあのこう俺心配なのはね、やっぱりテレビで日本でやるから取り上げるのよ、はい、もう目いっぱい取り上げるな、その芸能人が出て、あのど素人が面白おかしくな喋ってるけどな、クソばったりなと思ってんだ見てんだ、もう一度ちゃんとな、だから現実はね、だからするとなんとなく、なんとなくするとな、この野球終わったばっかりだからそのままサッカーでしょで女子サッカーでしょ、それ戦ってるわけよ、戦いませんバスケは思うようにはいかないと、いかない、もうね、シュートだってね楽にやれば入る、はいはい、相手がちょっとプレッシャーかけてくるとね、たまーにでしょ、あのドライバーの富樫だって川村だってね、やっぱりどっちもね、ドライブしていてもやっぱ普通ではないターンオーバーする、はい、予想以上にやっぱりね、どこ行っても手が長いの、身長じゃない、伸ばしたらまたそ、だから引っかかるじゃん、それをかわそうとするとターンオーバーする、いやでもな、俺から見れば富樫とか川村とかよくやってるわね、いや小さい時からそう思って、うん、世界と戦いたいと思って、うん、それで戦う場にいるわけよな、うん、これやっぱりすごいな、うん、これだけは褒めれるな、あの身長でだから富樫なんて最初は172、3って書いてたの、うん、嘘つきがもうね、持ってたんですね、富樫、そう、場所配達身長かっていうそしたらね、大きいの関係なくな、もう小さいの方で逆にそれで売り出した方がっていうので本当の身長が167、はいはい、これ俺と同じだからそうなんですね、同じ167ね、しかし、まあ、考えればね、あのちっちゃいけどちっちゃかったよ、あのリクと似てるよ、だから、あ、だから期待してるじゃん、リクには、はい、横浜ね、もしかしたら、もしかね、いや、今度来た時もうまかった、独特のあれがあるじゃん、富樫も河村もその生意気じゃんそれはリクも生意気じゃん生意気はまず共通点な、その番組の中でもその世界と富樫選手が戦っていくために必須となったのがフローターシュートという、ね、フローターな、はい、それで俺もまた親父がな、うん、言ったって言うけど、ワドゥがね、うん、秋田にいた時にね、あいつフローター打つんだ、入らねえんだ、うん、入らなきゃ打つなよって、うん、クソったりな、もう腹立つわ、今日本にもいっぱいいるの、ね、打つなら練習せって思うんだ、それでワドゥ頼むなって、練習終わってから100本は、1、200本は
フリースローレーンで和藤が立って2メートル23あるから、それで富樫が来て、あそこでフローターショット練習。だから和藤はだいぶ、富樫いいよそれは。和藤は貢献したよ。和藤のおかげで富樫選手はあそこまで行ったと。行った。和藤は毎日やったから。いやもうね、和藤性格いいからな。一歩でもブロックすると飛び上がって喜んで。でもやっぱり練習だな。アメリカからそう帰ってきてすぐこうハピネッツに入ったんですもんね。そう、シュート下手くそでな。ほんと下手くそで。あ、戻ってきてから中学前、メニューから中学までうまかったんだ、はい、俺それを知ってるじゃん。アメリカの4年間わからないじゃん、うん、アメリカは高校4年だから、うんうんうん、戻ってきてシュートの格好悪いのよ、うん、もうのい練習終わった後に大体ね、ビデオを見るのに僕は練習終わってから1時間体感にいる。勇気はもう帰りたくて帰りたくて、しょっちゅう外出ていて水飲み行ってもまだいるなって、もう俺のチラチラ見て早く帰りゃ。それぐらいシュート練習嫌だった。田口や大塚は馬がやっぱ入るから一生懸命練習やって、でシュート直せ直せ行くとあんまりプライドあったから直さねえじゃん。いやーかかった、一生懸命かかって。それで富樫の恵子ちゃんってお母さんもおかしいって気づいた、はい、小さい時知ってるから、うん、それで直して直したらすると入るようになった、うん、なったら今度いるわけよ、うん、入れば面白いわけ、はい、シュート練習ね、入ると面白いの、ほんと面白いのね、入るとそれで今度シュート練習するようになった。へえ。けど未だにあれで秋田銀行のあの大会で練習やったから、はい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 、あそこは見るのも嫌って嫌な思い出がいっぱいあるんでしょうね。もうあの体育館に、もうみんなそう、もう誰も俺の顔なんか見たくない。ちょっとだ。いや結構ね、昨日のあの番組でも中村さんが怒ってるシーンみたいなのを流れてて、あれおかしいんだよ。あ、それを出したんだろ。なんかとあれね、全ての曲がそこより出さないのよ、はい、これだって褒める時があるのよ。あれね、もうダメ、もうね、みんな怒るとこだけ、うん、おかしいでしょ。それを売りにして出すんだよ。そうそう、もうな、そうだよな。いやちょっと迫力があるシーンで、私も見ながらビクってなりましたけどね。いやでもね、そのワドの話聞いたけど、うんうんうん、ワド大きいでしょ、うん、そうなった時ね、やっぱり上からお父さんがいて子供がシュート打つとき、お父さんがこうやってあったら、はいはい、やっぱりプレッシャーだよな。 それを乗り越えてやるんだから、すごい。あとよくやってくれたな。今でもだから、はい、八王子先生、いい先生、はい、何人いるかな、俺が行くと必ず来るんで。八王子実践で何の先生やったの？何の先生？あの、ね、通訳のよ。英語とフランス語がベラベラだから。ね、珍しい、やっぱすごいんだ。それでワラフォン語でしょ。おお、はい。秋田弁も喋るかもしれない。秋田もいたからな。そうです、ね。なかなかだよな。性格がいい。俺ね、でも留学生で一番最初怒ったの。あと八王子来たら、あいつうまかったわけよ。いろんなのが、うん、中にいてくれりゃいない、うん、それで日本人に文句が言ってってから聞きつけたから、うん、言ってわずちょっと待てって、ああそうか、セネガル人はそんなもんかやって、日本人はな、年上とか先生を尊敬するもんだって、な、お前はな、もう帰れって、うん、すぐ帰れって、うん、2時間ぐらい全部です、わず、うん、それで人が変わった、わず、うん、まるで人が変わって、そのそれはみんなね、そうかなって、あのトヨタにいる女の子も、はい、俺に怒られて、会社の女子の時に、いまだにあれがあったから今ありますって、みんな、ね、みんなおかしい、怒られた時は不適されたかもしれないけど、みんな河村でも富樫でも、みんなあちらがあれがあるから今があるって、何が今更な。当時気づいてって、その時は思いよって、みんな後から気づくって。そう、まあでもそういうもんですよね。子供と親の関係もそうですしね。だって怒った時に話してるの一番ニコニコ喋った。また、またこれだ。いや本当ね、富樫勇樹選手、この代表戦でもそのフローターシュートね、バンバン決めて活躍してほしいですね。河
ホームランを一番最初に第一行った時に、はいはい、わけわかんないことやってるの、ちょっとそれなんだってそれはお前にやってるのはかっこつけやがってって言ったら、あいつ顔面神経質なんて、うん、それで終わって、あ、川村顔面神経質になるんだって、生まれて初めて俺に怒られた、生まれてから足は速いし頭はいいしな、もうだから今でも喋りのうまいわ、もうな、ね、なかなかね、けど初めて、でもでも福岡第一ってのは百何十人って分野の、ユニフォーム着てるのが大変なの、はいはい、井出口ですから、はい、俺パッと見たら井出口これすげえぞって、うん、川村と小川、うん、2人いたの、小川店は千葉ジェッツで、ね、これはすげえ、それでこうちょっとやったら、いやただユニフォーム着るんじゃなくてこれスタートだスタートって、ね、それくらいすごかった。俺富樫、川村、それからあいつな、富永、はい、渡辺裕太、うん、これがみんなすぐ井ノ原だと思ったもんな、案の定みんなスッと、あとシュート練習だけでもう分かるっていう、あと陸、はい、陸は行くよなあ、今度行くまた来なきゃダメな、そうです ね、 ね、ちょっとあの今日は後半にね、その陸くんの話をねする予定なのでぜひ最後までねお楽しみいただきたいと思います、うん、であと全中のお話もありました。第53回全国中学校バスケットボール大会、今日から24日まで香川県で開催されています。で男子がですね、その富樫選手の出身校、本丸中学、本丸だ、富樫が本丸中の先生の時に強かったやっぱり、はいはい、2回勝ってんだ全国優勝ね、それが本丸からいなくなって候補行ったら、うん、今度富山ってあの小林徹が勝ち出した、はい、面白いチームカズのね、はい、今チームカズの監督やった本丸ね、本丸ね、今度あれだ名前カップに来るって言うから、はい、これね今もう87、8、藤田ってね、うん、その要するに本丸で、うん、あの富樫先生がその木崎ってその前の中学いた時にいた選手の子供がいるの、うん、今それでそう飯食ってるところから富樫から電話あったの、今変わるねって、その藤田っていうのが変わった瞬間に凍りついたわけよ俺に怒られた後会ったことないわけね、中学生から新章日本一になってるわけ、その息子がいるの、俺も楽しみだ、俺だから来てくれ来てくれってその富樫が言ってる、本丸時間が取れなくて、へえ、今度来る新潟商業ですね、新潟商業、はい、の城打倒の城工業で一回こう中村さんがね、はい、はい、集めたという、あの木村がいて、はい、北海道栄 の、 北海道栄の木村も北海道からそこに入って、それ日本一になった、すごい面々そうの息子さんが今本丸中学校にいるの、いる、俺もぜひ見てみたいわ、もう日体ってなやっぱり90、5、6あったかな、うまかったですよ。で、あの香川の代表ですかね、丸亀南中学校、丸亀な、この前小川に来てた、はいはいはい、ね、それで1日目終わって1人熱を出して、はい、あ、はい、もう出れなくて、はい、そのまま帰って丸亀になってきたのにな、うん、この前電話あった、もう全中大行って、はい、でいつも俺がほら来る、俺今度どっちか行かないってな、俺もちょっと心配、自分の体をちょっと心配してるわけ、過信しないように8月いっぱいはね、ちょっと充電器、ね、充電してな、うん、それで電話あった、頑張れって、うん、四国で優勝してる、あの香川で勝っただけじゃなくて、これも異常だから、北本っていうのはもうすごいから、もう生徒がもう何とも言えないな、だから今ねなんかこう自由に笑顔でどうとかっていうのも、まあ慶応の野球がそうじゃないですか、今日見たらなんかあれがいいみたいな、もう勝てば俺はそ、いやそれはね2回ぐらい勝ったら言えてんな、1回ぐらい勝ったぐらいでも勝ったから言うなし言いたいんだけど、まあでもな、丸亀の北本って先生もすごい、
もうね、本当にすごい。子供たちがペッもうほとんど1センチも高まず並ぶよ。うわ、 指先から。もうね、これもこれだな、ね、学校全部が良くなる。だから学校全部がバスケットやるって。だから丸亀のその北本のところの学校行くと、一般の子供たちが学校入ってた瞬間に、こんにちは、こんにちは、挨拶する。なんだって言ったら、いや、その北本先生の教えが、全部が、校長が全部こうあるべきだって。それも一つのあれだな。もし今いい加減なのいっぱいいるからな。そう言うけど、自由といい加減は一緒だからな。まあ、そういう指導するところはしっかりと指導されている先生がいるからこそ、こうやって日の丸を着て活躍していく選手たちがね。北本のあ、そうだよ、北本がいるから渡辺裕太があそこまで行ったんだよ。北本のところのセンターでね、なんつったかな、あいつはセンターがいたの、はい、アホだったけどこいつが人生に入ってね、いたから2メートル近くあったの、はい、そのおかげで、あ、川上だ、そのおかげで渡辺がアウトサイドやれた。こうから外がね。だから川上が、いや、もうアホだったけどね、もうはいはいもうね、右行ったら左行くの。川上どっちの手で飯食うんだって言うと、違うだろう。それ面白いやつだ。でもそういうのがいたから渡辺がやっぱりやれた。これも運もあるよな。そういう意味では川上、その圧倒したのな、川上、まあ、こういったね、懐かしいな。未来の日の丸を着る選手がね、この全中にもたくさんいるので、ぜひこちらもね、注目していただきたいと思います。そして冬にはなまはげカップに本丸中学校来ますので、秋田の皆さん、お楽しみに。そうね、はい、以上、バスケットで言いたい放題のコーナーでした。